やってまいりました夏の恒例企画。今回はあの恒例企画をやりたいと思います。恒例企画、加藤さん、はい、あれが発表されましたね。あれ、ああ確かに、あれです。あれ出ていいの、出ていいの、わかりますか。え、全然違います。あれすごい盛り上がってたよ。そうかもしれないけど、ついにね、ウルトラジャパンのラインナップです。あ、こっちね、はいはい、待ってました。予想しましたよ。ちなみに、はい、ウルトラジャパン見たアーティストがいます。何人かいますね。例えばダメンスターです。ダメンスターです、はい、我慢ぐらいやったらいいかな。多分今度は思うけどね、日本で見れたら嬉しいなって思ってる。まあ、てかそもそも最近でも聞いてます皆さん見てると思いますけど、 YouTube の K-POP ばっかの気がします。キャリーもついてくるけどまあでも聞いてますよ。 BGM だけじゃなくてハード150-160あたりがやっぱジムとかでもね、エネルギーもらえるから、あれがメインになってくるかなと思うけど、まあちゃんと聞いてます、聞いてます。それはそこ安心してください。ということで毎年恒例、はいはい、ウルトラジャパン、はい、ラインナップクイズやりたいと思います。待ってました、イントロドームでクイズ、そうね、はいはい、でちょっとあまりにも、まあ、数のイントロドームが強すぎてちゃちゃっと終わっちゃった。正直余裕すぎた。ということで今回は、うん、イントロドーム以外いろいろな出題形式を用意させてもらいました。まずクイズは全部で、まあ、7問、いろいろアーティストいるんですけど今回7問用意させてもらいました。で今回の出題形式1つずつ発表したいと思います。1つ目がシルエットクイズ。これ一つ目が顔写真クイズ。え、顔写真がバンで出ること、顔写真の一部。あ、一部、さすがにそれがアーティスト写真出たら誰もわかるが。三つ目がロゴクイズ。ロゴ、あー、ロゴの一部を取るサボ。あ、これも一部、一部。4問目が紹介文クイズ。紹介文、ホームページで、まあ、アーティストの紹介文が書かれてるんですけど読み上げるのでそこから推測。ウルトラのホームページ、レイベックス。あー、で、5つ目がドロップ重ねクイズ。ドロップ重ね、7曲ドロップ重ねて一気に流しますので聞き分けてもらって、どのアーティストが出てもらう、1人のアーティストの7曲を重ねて、やばいやろ聞いたことない、せめて2曲までしか聞いたことない。で6つ目が最新曲のドロップイントロドン。ちょっとここが危ないかもしれない。で最後がミッチー期待の、まあ、曲のジャケットクイズ、曲のジャケットの一部を表示させるので知っていれば分かる。ってことは今年ミッチーが興味あるアーティストおるってこと。おります。ちなみに行く可能性は結構ある。お、去年3倍だよ今年は結構、今年は今もう 70%60%。 じゃあ俺もラインナップ次第では一緒に見てる。そう、お助けイントロドンが1回、あ、救済措置として、救済措置、ああ、これのピンチの時1回だけです。1回だけ。回答前にどの形式のクイズに挑戦するか選んでもらってから出題する、まあ、選ぶ順番も大事だってくるわけな。不安もあるな。はい、というわけでじゃあよろしくお願いします。1問目、じゃあさっき聞いた中でやっぱ一番いけそうだなと思ったシルエットクイズ。おお、シルエットクイズ。それではシルエットクイズ1問目、はい、こちらになります。ででん、ああ、はい、どうこの2人まで絞れた。おお、早い。これ襟足やんな。俺はあの答えられません。え、アキネーター刑事じゃない違う、スウェーデン出身で金髪ですよね。髭生えてますよね。いやでも2人ちょっとな、え、これ候補言った方がいいかな。ちなみにじゃあ、候補言っておきましょうか。これちょっとまあ一部ネタにもなってくるんだけど、アレッソかサルバトレかなっちゅう。わかる、サルバトレかなっちゅう。わかるアレッソとめっちゃすっくりだよ。確かに。で、どっちのスウェーデン出身なので、髪長くて髭生えてて、まあでも今はサルバトレかなっちゅう、ブッキングするウルトラで。そう、EDC やから来てたけどEDC やからこうやってビーチで暴れてたけどさ、俺はもうアレッソでお願いします。アレッソで、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、この人です。あれ、アレッソやな。アレッソ、アレッソ一瞬サルバトルが入ってたんだけど、アレッソですよ。びっくりしたな。ヒゲも入ってるな、スウェーデン出身やん。どう、素晴らしいね。ちょっと似すぎだよね。個人的には2018年トゥモローランドウィーク2のあのセットリストのあれしたみたい。分かる人おるよね。1問目は正解です。なんか景品ないですか。ないですか。じゃあ2問目の形式選んでください。自信もないけど、ミッチーが行きたいって思ってるのも珍しいから、ミッチーリコメンド。今から曲のジャケットの、まあ、抜粋、はい、まあ、ちょっとアーティスト名とか入ってる部分もあるんで、うん、それの切り抜きを一応2枚用意したので当ててください。はい、正直自信ないです。じゃあ1枚目どうぞ。あ、ファーストインプレッションはめっちゃ Z っぽかった。あ、ダブスってメロだ。ダブスって
スラン、なんかこれ、メンタもスランダーっぽく見えるかな。ああ、ひじ型のね。え、若い人には分かるの見たら、これ。多分分かると思う。恥ずかしながら、これは分かんないで。2枚目あるんで、2枚目も。悔しいなぁ。ちょっとパッて分かりたかったな。次は結構ヒント。知ってりゃ分かる。でね。あー、メンタもね。テイゾーサルソニクスの。ねこんなんじゃなかった。で、ダム系アピネーターいとこ。アピネーターで答え探そうとせえんだよ。世界観は、あってなったけど、ガーディストやってにはならんかった。うん。けど、その目玉、サブストロニクス。読み方違うけど正解って。読み方違う、恥ずかしい。ちゃうね。サブトロじゃないですか。サブトロに。サブストロって言うんだ。サブトロニクス正解や。正解です。正解でいい？俺、ほんま、ほんま。すごい。サブトロニクスか。です。サブストロ。確かになんか、下が忙しいと思って。やっぱ、ケイトの殺しだよな。ケイトの殺しだ。サブトロニクス。いや、間違いない。ほんとごめんなさい。頼むよ。じゃあ次。3問目。4問目。持ってるんで。最新曲、ドロップイントロドン。スタートです。ハードやな。ハードで。落ち着け俺ハードでウルトラに来る。でも分からん曲はきついな。ハードを外すの許されへん。それはほんまに許されへん。じゃあ決めたいとか知らんさして何知らんの失礼だから何も知らんのこの人はハードスタイルの Spotify で一番再生されてる曲もハードじゃあお助け Spotify のアーティスト開いた時の画面、うん、上に写真表示されてるじゃん、はい、それのポーズそういう人の真似ハードスタイルみんなこうやるからなこれかセファセファとかもう仕方がないのでもう一個だけヒントを出してあげたいな。これ正解しても正解したとは言えないですけど次の曲は結構もうビッグネームの人とコラボして作ってる曲アトモスフィアーズかわかんないですけどイントロドンこの曲は大好き。まずね、コールドプレイのね、サイエンティストの曲で、レレレレレ、ブレナンハート。正解です。ほらこれ、これ、これも。Let me lose my mind。 ほんまにファインプレイ、ファインプレイ。ファインプレイでした。ブレナンハート来るん。ええやん。好き。ブレナンハートもオクタブンぐらい来ちゃったと思う。あ、でも3問正解ということでいいですか。3問正解です。あー優しい優しい。4問目顔写真拡大でこれちなみにパーツを何個か見れるの。片目、眉込み、口、鼻この3つでは。じゃあまず口からいきましょうか。ヒゲ生えてるかがやっぱポイントだと思うんだけど。1問目答えです。近すぎやろでもヒゲ生えてますね。正直わからないやろこれ。好きなアイドルでこんな口紅ドアップしたことないで。2枚目いきます。こちらです。ガマっぽいな。鼻とヒゲ見たらガマっぽかった。3枚目これ見たら分かる人は分かると思います。片目舞い込み。片目3枚目こちらです。ああ、こんな頻繁に来るかな。一人浮かんない。アフロジャック。これアフロやろ。高速来た。2023年、2022年ウルトラにも来てる。あ、でも2年空いてるってことは。アフロジャックでいきます。アフロジャック。アフロジャック。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー正解はこちらです。ほらほらほら、あるやわ。こういうとこあるか。昔のやつね。昔のやつだけど、やっぱ目はやっぱり眉毛が特徴的。また来るな、ほら。あ、ほら、これ見たですね。すごいな、よ、もう俺。これはすごい。4問連続で正解。じゃあ続いて、5問目紹介文。それでは5問目、はい、紹介文を読みたいと思います。メインステージでは全世界で話題を独占するベースミュージック界のライジングスター、レオレオレオレ、2人揃っての初参戦が決定。ピンポン早押しじゃない。早押しじゃない。最後まで見ればいいと思うよ。あ、そうだ。さっき言っとって。次世代の US カルチャーを牽引する革新的なサウンドと圧倒的なパフォーマンスで人気爆発中の彼らが揃ってパフォーマンスするのはアメリカ本土以外では初となり、世界から熱視線が注がれる貴重なステージとなる。続けてよ、続けてよ。以上。情報がアメリカ本土でやってて、アメリカ以外ではやってない。で、ベース系でデュオ。いつも単体で活動してんのかな。はい、ユニット B2B。 多分 B2B。 その一応ユニット名でも曲は出してるっちゃ出してる。基本的には多分単体で活動してるんだと思う。ガレンスタイルのドストンバンクのゼロヒーロー。いや、その
だからそういうイメージなんかな。あ、ガマーとスイカコア。あ、去年今回だったけどアットモンスティアーズサウンドラッシュ違います。アメリカかベース系な、今回全くあんま見てないけど韓国のやつは見てたよね。韓国出演なんや。そこでノック2、ノック2はアメリカ以外でプレイしてないって書いてるよな。ノック2あんなに単体やっけ。ノック2で誰かと BTV やるっけ。ユニット名があるの。二人の名前を合体させてもらう。それは当てなくても単体一人ずつ当ててもらってもいいし。これ全然盛り上がった。これはでも結構盛り上がってたと思う。多分一番盛り上がってたんちゃうかな。ライジングしたいから、まあ、そこまでキャリアは長くないんかな。だからその辺行けばやっぱノック2、日本でもノック2、ノック2、普通でもビギニングヒットか。これもう曲なし。バスケイントロドンは一回残ってますよ。じゃあこれお助け使うわ。イントロドン。ハードかな思ったけど今ドロップでちょっと落としてきた。でもこれの見たさもあるからノック2 RL クリームでお願いします。半分正解。半分正解。半分正解。ノック2正解。ノック2正解。ほらやっぱりアイソーミクス。あアイスフォークなんだ。そう絶対のユニットがアイソーノック。僕たちはアイソノック。アイソーのノック。アイソーノック。なん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 なく毎度。ちなみに今流した曲もアイソーエクソノックツアルエブリ。あ、じゃあ正解やん。いや間違ってます。今回ビギニングもサポート入った。マジで。そうすごいよ。すごい結構ね毎回毎回ほんまにいろんな新しい日本でなかなか見れないところを武器にしてくれるいいイベントやから。ビギニングおすすめよ。ということで5問目まで、まあ、パーフェクトで。パーフェクトじゃない。パーフェクトでいけちゃいましたよ。この中は、まあ、4.5、 6問目いきたいと思いますけど。ロゴやでは6問目ロゴ問題こちらになります。アフロジャックじゃんこれ。あ、アーミンか。背景が白なんで、この字体パッとかのアーミン・バン・ビューレン。アーミンは GM 以来出ないよな。アーミン・バン・ビューレン。ファイナルアンサー。これも自分 の、 あの直感を信じます。正解はこちらです。おるおちょっとまた合わせましたけど。アーミン・バン・ビューレンでした。イエーイ。なんか見覚えがあった、あの時代。ファイナルクイズ。地味に何気に怖くて最後まで言うとさんかったけど、前代未聞の7曲で7曲同時ドロップ再生という未知の世界。いや一応まあ最後何問目どのジャンルにしますか。参戦します。イントロドン。7曲もあったんだ。でもビッグルームなんやな。何曲かたらマーティンでやばいんやけど、何曲か分かりやすい曲入ってて、うん、それが耳についちゃえば絶対すぐ分かる。分かった人おる。正直ね思ったより捕まえれんくて。もう一回だけ、もう一回いきましょうか。イントロドン。これが分かった人は多分一瞬で分かったんちゃうかな。ポイントがある。ポイントめっちゃ聞こえる曲が2曲あって、それでも自分が編集したからで。それもあるけど分かった人は分かったんちゃう。もう一回だけ。いやっす。イントロドン。キックそれでよ。キックいやキックそれたから分かっちゃうから。うわむず。じゃあまあちょっとお助け5曲に減らしてる。あ、屈辱的お助け。どうします聞きます。5曲バージョン。イントロドン。一緒なんやな。7曲も5曲も一緒。でででねねねねねみたいな合ってるメロディーは全然違う。違うちょっと長めに倍ぐらい流してみたいと思います。分かる人おるこれ。あ、じゃああれお助け使います。お助け使しまくりなんやさっき。あ、じゃあちょっとぐらいいいんだけど、界隈のカズマの友達でめちゃくちゃファンの人。誰です。聞いたことない。めちゃくちゃファンの Steve Aoki かな。めちゃくちゃファンの子がオールの俺は知ってます。でもこれでいくわ。 Steve Aoki でお願いします。 Steve Aoki ファイナルアンサー。いや7問目 Steve Aoki 正解です。正解です。
やけど、なんと、ティーバークです。え、ちなみに、何曲？俺が聴いてほしかったのは、ジャスト・フォー・ホールド。流れてた。ジャスト・フォー・ホールド。レレレレレってのよく聴いて。ダリ。レレレレレ。ずっと聞こえへん。うわぁ、正解したけど、むずないことし。一応、デモセル。まあでも6.5 点想像以上よりは奮闘した奮闘したな、うん、誰と参戦するのかはたまた参戦するのかどうかも決めきれてはないけど楽しんでもらえればなと思います。ちょっとでも見るのか高評価チャンネル登録コメント拡散よろしくお願いします。私僕はウルトラ行くよーってぜひねコメントくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アンチもまたウルトラで、ね、お会いしましょう。エクリシオン来ていくウルトラでお会いしましょう。バイバーイ。